ね、
オープンテータのマシンは止まらない。まっすぐ、そして速い。さあ、オープンテータ選手がここで大きく急ぎまして、サザエからのマシンが突っ切って緩めたか。さあ、磯貝が緊急してラップされた。オープンテータ選手、ポジションは変わりませんが、あの、世界チャンピオン、そして、このランドドームというか、磯貝が緩めました。この磯貝の勢いが、ストップランで入る、オープンテータ選手にラップされてしまった。そして、伊佐ハイ